はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、サモンソーサレスというモンスターをねちょっと悪用していこうかなというふうに思ってまして、このモンスターやっぱちょっと真面目に使い方をちょっと考えたんですけど、なんかあんま思い浮かばなくて、なんかクソデッキしかできんのよね。今日はねちょっとサモンソーサレス使ってアルカナフォース21ザワールドという史上最強モンスター、これ僕遊戯王カードなんか多分一番好きだと思うんですけど、このモンスターを相手の盤面に送りつけてから取り返すっていう動きをしていきたいと思います。これね実はねサモンソーサレスってエラッタかかっちゃってて、縛り入っちゃうんですよ。種族の縛りがデッキからリクルートする効果使うと。なんですけど実は意外と知られてない効果で、手札からモンスター一体効果を無効にして相手のフェーズに特殊召喚した後に、その後のこのデッキからリクルートを使わなければ種族縛りが入んないんですよ。だから一応効果を無効にして相手のフィールド上にモンスターを送りつけるっていう使い方ができるんですね。で、その送りつけたモンスターをGランティスの効果で取り返すっていうこともできるんですよ。なんで一応手札のモンスターを、なんか特殊化するみたいな動きが実質できるみたいな感じです。それをちょっと今日はね、お見せしていきたいなと思います。正直、まあ、ザワールドデッキとかだったら全然スカルデッドとかでいいんですけど、まあ、せっかくサモンソーサレスが来たんでね、サモンソーサレスを使ってやっていきたい。で、このコンボ一応、創造の代行者ヴィーナスプラスコスト2枚から、確定するようになってますんで、まあ、一応一番素人と言えますね。コスト2枚ありますけど。はい。というわけで早速ね、相手のターンを、スキップしていきましょう。当然、コインは聖地。デュエル、スタンバイ。なんか遊戯王のさコンボ図書館みたいなやつ遊戯王ニューロンでアップデートされて作れるようになったの知ってます皆さん。なんか自分の考えたコンボみたいなやつをなんかそのルート登録みたいなのできるようになったんですよ。やってみたんですよこのデッキをコンボ登録一回テストとして。ね、くっそめんどくさかった。マジ投げ。このデッキマジ投げ展開。ちょっと待って。これは、何をも除外したらこれ何につながるんだ。ちょっと待って。ツモアのルートのカンペを見て、エフェクトベーラーを経由したらいけるのか。はいはい、理解。で、これでウララ持ってきて、一応 G はだけはケアできましたよっていう話があって、まあ、G はまあ摩擦でも一応ケアできてるの。で、これで、代行者ヴィーナス召喚して効果起動する。はい。あ、で、G ですね。あ、理解しました。はい。これ、ちなみに手札を2枚使うので、スモールバールドを打って、うららを打った後に、ここに、例えば、その、無限法要とか打たれても、抹殺の指名者が言えないんですよ。この手札、まあ、コンボ的にはね、手札コストがちょっと足んなくなるからっていう理由で。まあ、一応、代行者ヴィーナス1枚から、一応、何も妨害がなければ成立するコンボもらってますんで、よかったら最後までご覧ください。ちなみに結構展開長いです。これで、まず、ヴィーナスと、玉で、天使族ソリティアっていうやつですね、いわゆる。はい。で、失楽の打天使出して、で、失楽の打天使の効果発動する、そう、破壊の代行者ヴィーナス墓地を送ることによって、アスモディウスを手札に加えていく。で、リンク3分使って、パーシアス出していって、はい。ファイトでパーシアスでパーシアスの効果は起動せず、イムルーク出して天使族モンスターが墓地を送られるとパーシアスの効果で自分の墓地から天使族をゲームから除外することによって手札から天使族モンスターと合ってるのでアスモディウスを特殊召喚で、アスモデウスの効果、こいつも愚かな埋葬の効果を持ってまして、デッキから天使族モンスターをね、墓地を送るっていう効果があるんで、これでイーバを送ります。で、イーバが墓地を送られた場合の効果が発動され、弾2枚除外することによって、デッキから、レベル2以下のね、天使族モンスターをサーチできるので、妖精リースと、ネプチューンを持ってくる。で、リース召喚して、で、効果で、聖杯モンスター、サーチするんで、これで守護竜持ってきて、で、2体で、ムーンを出していく。はい。で、ムーンが、リンク召喚に成功したので、効果で、マジェスティを墓地に送っていく。でも結構ね、この、天使族のソリティアって割と、なんだろうな。いろんなカード噛み合ってて、結構面白いんだよね。
で妖精リースの効果で守護竜ぶん投げて、リース持ってきて、で2体で、リプロドクス、さらにちょっとね墓地に肥やさないと基本的にはいけなかったんで、いけないムーブがあるんですけど、ちょっと今引いてますから、まあ引いてますかって墓地落としてますから、別になくてもいいんですけど、聖杯の守護竜の効果発動して、あのね、破壊のヴィーナスを本来であれば墓地落としたいんですけど、今ねあんま関係ないですね。さっきコスト石って捨てたんで、地属性宣言しまして、でリンクスパイダーに変えて、で本来であればここの地属性モンスター3体で、ライトロードドミオンキュリオスを出して破壊の代行者ヴィーナスを墓地送るんですけど、破壊の代行者ヴィーナスもすでに墓地落ちてるんで、今回はこのライトロードドミオンキュリオスの効果を発動しなくて OK と。はい、本来であればこの破壊の代行者ヴィーナスをここで送ります。はい、でこれキャンセルで、ネプチューン効果、自分の墓地から破壊の代行者ヴィーナスを特殊召喚。はい、で破壊の代行者ヴィーナスの効果発動、1500ライフ払って弾3つ出して、はいはいはい、で5シンクロしていきましょう。暴天候出して、よいしょ、で暴天候の効果でジョックトが持ってこられて、でエンシェントフェアリー出しに行って、ほっ、でエンシェントフェアリーのエンシェントフェアリー、暴天候の効果でジョクトが特殊召喚されて、で自分の墓地からマジェスティヒペリオンを特殊召喚する。で除外されたネプチューンの効果、聖域サーチで聖域発動で、マスターフレアヒュペリオン出していく。マスターフレアヒュペリオンくんはね、代行者系のモンスターのカード名をコピーすることができるよっていう効果持ってまして、でこれマスターフレアヒュペリオンで、創造の代行者ヴィーナスをもう一回コピーして、もう一回僕は創造の代行者ヴィーナスって言ってきます。で創造の代行者ヴィーナスになったので、弾がデッキに戻ってるんで、弾をもう一回出す。弾出しすぎっていうね弾出しすぎ問題がね発生してるんですけど、でこれでロードパーシアスを爆弾させ、でロードパーシアスの効果を発動。ロードパーシアスの効果によって手札を1枚墓地に送ることにより、天空の聖域を張っている場合天使族モンスターをサーチできるんで、これでアルカナフォース21ザワールドを持ってくる。で創造の代行者ヴィーナス扱いになっているマスターフリアによって弾をもう1回出し、そしてもう一発出し、違うわ、これはエンシェントフェアリーの効果、エンシェントフェアリーの効果を発動して、フィールド魔法を全部破しながら、フィールド魔法ちゃうやつを持ってくる。これで100の結果持ってきて、でエンシェントフェアリーの効果を発動する、手札からモンスターを特殊召喚で、これでジョクト出す。はい、で光の結界発動ですと、強炎の剣士を、やべ、ちょ時間がねただソリティアしているだけなのに時間がないとかいうやばいこと起きてますねこうですね、オーリーシャインボールとパーシアスでリンク召喚して強炎の剣士で、もう一回弾出して、はい、 OK で士族とが同じモンスター2体でサモンソーサーズ出せ。はい、でこれサモンソーサーですね、相手の盤面にザワールド送りつけまして、これはい送りつけまして、でデッキからのリクルート効果これ使えません、これ主力芝居入っちゃうんで、でその後にサモンソーサーですと、はい、ジョクトでリンク召喚しまして、ジーランティス出しまして、でGランチの効果発動して、出し直しますはい、送りつけたの返してください、まあ、結構スカルネットでいいんですけどね、まあ、この
あのサモンソーサリスで送りつけたモンスターを取り返すんだけど、ジランティスしたい場合は敵からのリクルート効果を使わなければ、大丈夫っていうね、はい、実質特殊召喚ができます、自分のフィールド上に。これがサモソージーランティスのコンボ。そして、光の結界で、コインを表にしてエンドフェイズで、こことここをリリースして、はい、対戦よろしくお願いします、デュエルスタンバイ。お前のターン、お前のターン来ねえから。なんかごめんね。コールリゾネタ、何レッドデーモンですか。レッドリゾネタいいだろう。レッドリゾネーター召喚、レッドリゾネーター召喚からなんだ。レッドリゾネーター召喚から入るデッキあんま知らないな。プランキッズロック、はい、え、何これ、わからない。プランキッズロックはな、どういうこと。プランキッズミュー、どういうこと、どういうこと、どういうこと。プランキッズロック、はい、ちょっと謎わからないな、これ何をしたいんだ。プランキッズロックからのプランキッズ展開が始まるぞ、これ。ちなみにプランキッズといえば、今もう完全に規制解除されてて、で勇者も全部帰ってきたんで、勇者プランキッズみたいなデッキフルパワーなんじゃないですか、あれ。まあ、現代環境に、現代遊戯王において強いかどうかと言われるとかなり怪しいですけどね。かなり怪しいですけどね。正直、まあ、相手のターンにサンダーボルトを2回打って勇者するのが果たして強いかと言われると怪しいですけど。さあ、プランキッズ、ドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥルで、魔法トラップカードを、1枚サーチできるんで、これなんかプランクかなんか持ってくるのかな。プランキッズとかいうデッキまだ生存してたんだな。プランキッズ、プランク、はい。さあ、ドゥードゥルの効果でプランキッズを2枚回収していく。はいはいはい、なるほど。2枚回収、プランクで、手札コスト捨ててトークンを生むよっていう効果があるので、一応それ多分少し買うのかな。プランク効果で、手札を1枚墓地を送ることによってプランキッズをトークンを特殊召喚で、プランキッズのトークンと多分このあれか、プランキッズ使って、この懐かしいな、これで、これで、あ、バイワーね、はい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 。で、プランキッズはちなみにモンスター、鍵モンスターが全部プランキッズのリンクサインになると、デッキ化テクだからプランキッズをリクルートできるみたいな効果あって、これでなんか、こう、だんだんこう、リンク値を稼いでいくみたいなね、感じの、まあ、そういうテーマになって、いるんですけども、パルス、はい。で、2体で、バウアウ、もう一回バウアウと。で、そうすると、パルスの効果で、もう一回リクルートが入りますよということか、理解。はい、でロック墓地送ってプランキッズを特殊召喚、プランキッズランプ、はい。一体全体これは何が、何よき、何がしたいのこれ。サモンソーサレスじゃん、来たわ、出た、サモンソーサレス、サモンソーサレス効果、はい、プランキッズランプ特殊して、リムファイヤー、なるほどね、リムファイヤー、わからない。リムファイヤー、わからない。この後、ちなみに炎属モンスターしか、出せないって縛りが入りますね。うわ、出た、脅威覚醒、大稲荷。痛すぎる。で、大稲荷はちなみにリンクサインになると、カレー術を持ってこれるっていうガチでやばい効果あるんだけど。これもしかして俺死ぬ、これ。これ俺死にます。ボルカニックエンペラー、はい。ボルカニックエンペラーは特殊召喚に成功した場合に、炎属かける500ダメージ与えつつ、トラップカードを自分のフィールドにセットできる。はい。で、さらにエミッション。エミッションは、炎属の、モンスターの打点かける、2分の1のダメージを俺のライフにぶち込んでくるカードですね。ガイアブレイズ誰だよ、お前誰だよ、セット。わからんわからんわからん、セット、あ、これサージなかったか、セットあれか、カレージュすか、じゃあ、え、待って、これ俺もしかして死んでる。これ死んでる、これなんかやばい動きじゃない、なんかセット入んなかったけど多分カレージュだよね、あれ。で、これもう一枚エミッションでしょ、でエミッションで1550万、いった、うわ、きっしょ。これ、計らっとか
か使ったら何とかなりませんか。ハカラとか使ったら何とかなりませんか先生。ボルガニックエンプラー対象のモンスターが、墓地からあの墓地から移動したため、攻撃力が参照できずダメージが入んないみたいなことはありません。はい、